そぎ海岸にあるるみの滝と発生の道門そぎ海岸は石川県輪島市にある海岸。野登半島有数の継承地で国の名称及び天然記念物に指定されている。海岸の背後に岩倉山がせり込んでいたことから野登の親淵と呼ばれるほどの難所として知られた。2015年4月24日、明かり舞う半島のと熱狂の切り子祭りの構成文化財として 日本遺産に認定される。主に流門岩からなる岩盤が、日本海の荒波によって、新色、無数の奇岩が見られる。主な気象として、権ン岩、窓岩、水門岩などの奇岩、また行者穴と呼ばれる道門などがある。中でも窓岩は、板状の岩の真ん中に、窓のごとく穴が開いた奇岩で、道公園のシンボル。窓岩ポケットパークが整備されており、 観光拠点にもなっている。冬には、注ぎ海岸で見られる波の花が、奥の登の風物詩となっている。なお、海岸沿いの歩道にある、接吻トンネルが、かつて恋人の聖地に選定されたが、2020年時点では、これが取り消されている。和島市と珠洲市の境界にあるたるみの滝は直接海に注ぎ込む滝である。冬場は、強風のために、 水が舞い上がり、滝壺に水が落ちてこない。この現象は全国でも大変珍しい。ありがとうございます。